山本信次郎12月22日から1942年2月28日は日本の海軍軍人カトリック教会信者。小蔵位、君二等校後級。属籍は神奈川県平民。山本は父、翔太郎と母、三つの次男として相模国鎌倉軍片瀬で生まれ、小学校卒業後、行政中学校に入学した。 行政中学校は、近教令廃止後に開設されたカトリック教会系の学校であるが、当時はキリスト教に対する敵視が根強く、彼も当初は部別を抱いていた。だが学校を運営しているマリア会の修道士と過ごしているうちに、キリスト教を次第に理解するようになる。ノブジローは父にカトリックを学ぶ許可を得ようとしたが、大反対を受けた。父は、 寺の団家総代を務めていた。彼は諦めず、父を説得し、三度目で、ようやく許可を得て校長であるアルフォンス・ヘンリック・神父の元で料理を学び、1893年12月24日、クリスマス前夜に洗礼を受けた。洗礼名は、ステファノ。卒業目前、彼は深度に悩み、その相談をヘンリック・神父に持ちかけ、 神父から軍人を志すように進められた。1898年、海軍兵学校を卒業。1900年、海軍将尉に任じ累進して、海軍少将となる。1903年、兄、百太郎が頼り分かれて、一家を創立した。海軍士官として、日露戦争に参戦し、日本海海戦には、機関、三笠部隊長として参戦。 秋山正幸とニコライネ・ボガトフ少将の幸福交渉ではフランス語で通訳した。1909年、海軍大学校を卒業し、東郷平八郎附属副官、イタリア大使館付部官などを歴任し、1919年から1937年まで、東郷語学問所御用係として、当時、皇太子であった昭和天皇に仕え、1921年、 ヨーロッパ5カ国訪問に付き添い、ローマ教皇ベネディクトゥス15世との会見実現に尽力した。また、政府との仲介を務め、神社参拝問題の解決に努め、教皇庁特派施設として、ピウス11世に越見し、南洋諸島の宣教者問題の解決に尽くした。1938年7月、教皇ピウス11世の代理として、ブラジルに派遣され、 サンパウロ氏にて、初海外派遣の日本人宣教師として1923年から1940年の死去までブラジルで活躍した中村長八神父に大将グレゴリオ勲章を授与した。カトリック信者として、信仰生活を送り、教会の諸行事に参加し、各教会、各修道会に土地を寄進。牛込田町の自宅を開放し、青少年を育成する。 公共改正年会を設立、後に全国的組織へと発展させ、カトリック新聞の前身であるカトリックタイムズを創刊した。1942年死去。趣味は読書。宗教はカトリック教。1906年、吉原茂俊の次女、千代子と結婚し、三男次女を設ける。住所は東京市麹町区下六番町、牛込区、市ヶ谷田町。 神奈川県在籍、ありがとうございます。